ハレルヤ。ハレルヤ。アメン。ハレルヤ。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ハレルヤ。ハレルヤ。アメン。コモさん、こんばんは。こんばんは。よく来てくださいました。はい。今日は。いつもですね、礼拝で一緒にね、歌ってくださってます。はい。今日は久しぶりに。はい、伝道部屋に来てくださってありがとうございます。ジェイさん、ハレルヤ。ジェイさん、こんばんは。ダイさん、ハレルヤ。ダイさん、こんばんは。そうですね、本当に久しぶりですよね。はい。去年の お祭り放送以来じゃないですか。あー、懐かしいです ね。去年の半年前ね。はい、久しぶりです。はい。それじゃあですね、ちょっとこう、ごまさんに近況を、ね、あ、よろしいですか。はい、お願いします。じゃあ、こんばんは皆さん。マダムゴマです。今日私は虫歯の親知らずを抜きました。あの虫歯の親知らず、うん、でもまあうまく抜けたのですが、無事抜けたのですが、本当にあの虫歯を抱えるというのはつらいことです。なんか罪を抱えて生きてるのと似てますね。で、ちょっとあの本当もう今日はあの歯を抜くのが本当は来週だったんですけど、早く抜きたいとあの歯医者さんにお願いしました。なぜかというと、なんかいつまでもなんか罪が残ってるようでとても辛かったんですね。今はその罪に当たる歯を抜いたんで気分すっきりします。ちょっとあの聖書を読みますね。はい。マタイ5の29から30です。ちょっと怖いお話です。もし右目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込めるよりは良いからです。もし右手があなたをつまずかせるのなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘラに落ちるよりは良いからです。アメン。アメン。本当にその通りです。歯を抜いたばかりなんですが、すっごいなんかスッキリした気分ですね。なんか悪いものが抜けてハッピーだし、あと歯を抜くときにもう歯医者さんにもう抜いてください、抜いてくださいってはっきり言って、でちょっとまあ痛いことがあっても、いや痛くないんだ、イエス様の方が痛かったんだ、イエス様が十字架の方が痛かったんだ、イエス様は体だけじゃなくて心も痛かったんだって言って、あの祈りながら抜いていただいたら本当うまく抜けてね。いかに、そうやって思い切って罪を取ることがいかに大事かっていうことを分かりました。罪はね、どんどん捨てた方がいいんです。どんどん罪は取った方がいいんです。ね、いかに罪を持って生きることがどんなに辛いのか、いかに神様が自分の罪を恐れ、神の前に立たないことがどんなに怖いことなのか、どうか分かってください。今私は最高にハッピーです。罪の象徴であった歯を抜いてしまったんで、本当もうすっきりして、あと歯だけでなく自分自身クリスチャンになってから悪い漫画全部捨てました。アメン。テレビゲームも全部捨てました。どん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 悪いものを捨てる方が楽しいですよ、うん、アメン。アメン。アメン。だんだん清くなるって感じですかね。はい、清くなるっていうことは楽しくなるんですよ。清くなることは楽しくなる、これ大事なポイントですね。はい、本当信仰に生きることは実は楽しいことなんですよ。信仰は楽しいこと。はい、信仰はとっても楽しいですよ。清くなることは楽しいことなんだということですね。はい、ぜひそのことが皆さんも分かるといいかなと思います。世の中みんなが楽しくないのは罪のせいだということですね。ああ、罪背負ってると楽しくないでしょうね。罪重いですから楽しくないですよ。いや本当ね、最初はね、本捨てるのもったいないとか、
これ捨てるのもったいない、あれ、これ売っちゃうのとかいろいろあるんですけどね、うん、でも本当にもう捨てることがどんなに清いことか、清いことの素晴らしさ、うん、なんでかっていうと清ければイエス様に近づけるし、うん、天国に行けるという素晴らしさがある、永遠の命にも得られるんですよ。アメン、ね、なかなか私も最初クリスチャンに成り立ての時苦しかったよね、まだ多分心の中に悪霊がいたんですけどね、勇気を持ってどんどん捨てて、あと麻生牧師の言葉を信じてどん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 捨てて、そしたら本当に清くなって、ああ清いことって楽しいことなんだ、これが本当の自由なんだって分かりました。アメン、御霊の自由です。清くなることは御霊の自由を得ることです。罪がないと自由になるということですね。はい、その通り。罪があると不自由で、その罪があると縛られちゃうし、はい、罪があったら楽しくないし、はい、罪があったら、その、なんでしょうかね、罪があると苦しくなるということですね。あ、罪、苦しいです。その欲望を満たすことは一見楽しいことで、楽しそうだけど、うん、でもね、むさぼりなんですよ、うん、満たされないんですよ。肉じゃ満たされない。そう、肉では満たされません。むさぼりじゃ満たされない。はい、その通りです。なるほどね。ぜひ本当にこの御霊の今の自分の御霊の自由を伝えたいです。はい、御霊の自由、はい、今日のタイトルです、ね、はい、その通りです。決して肉的なことでは得れない本当の自由、はいはい、本当の快適さ、はい、本当の喜びということでしょうかね。はい、なんていうか、御霊の自由を得ると、うん、世界が美しく見えます。ああ、例えば、まあ、本当に空が青空の時嬉しいし、うん、日の出がとても美しく見えるし、花も美しい、すべての命が素晴らしく思えるんですよね。あと、食べ物も変わりますよ。むさぼりではないんですが、なんか食べ物が美味しくなるんですよ。むさぼりの時には美味しくなかったのに、はい、その精霊に満ちると、はい、食べ物が美味しくなるという、やっぱり命に対する感謝ですよね。それで美味しくなれるんですよ。だから高い食材とかそういうのとか関係ないんです。命が響くんです。命が響く、はい、御霊の自由によって命の素晴らしさ分かるし、かえってそのサタンがいかに人を不幸にさせるかっていうことも把握します。サタンが人を不幸にしてるということですね。サタンは不幸のもとです。サタンは不幸のもと、はい、サタンは不幸のもとですね。はい、本当に不幸です。多くの人がサタンにやられちゃってるんですね。それはとても悲しいことです。やっぱり人は傷つく時はあると思います、うん、で、その傷ついた時に誰に助けてもらうか、そこで変わりますよ。私はもちろんイエス様に助けをもらいます。ただサタンに助けを求めてはいけません。そこにはサタンの罠が待ってます。本当です。偶像崇拝っていうのは、はい、サタンに助けを求めてることなんですよね、はい、あ、そうですか。そうですよ。偶像崇拝っていうのはサタン崇拝なんですよ。怖いですよ。怖いんですよ。サタンだと思ってないんですよ。サタンに頼ると思ってないんだけど、結局結果的にサタンに頼ることになっちゃう。それは地獄に落ちちゃいますね。もう偶像崇拝すればするほどサタンに束縛されて、サタンに操られて、サタンのこの悪霊を受けちゃうわけです。それは大変な問題ですね。だから重大ですね。もうものすごい重大な、ものすごい深刻なことなんです。それをですね、多くの人は知らないんですよ。その怖さ、
その深刻さを知らないので、私たちはもう大きな声で大きな声で、ね、偶像崇拝は悪魔崇拝だって言わなきゃいけないんです。はい、あの本当の幸せの心を得るには必要です。多くの人が偶像崇拝から離れる、偶像崇拝やめる、そのような動機を与えなきゃダメなんです。それにはやはり油注ぎが必要なんじゃないでしょうか。はい、はいはい、私も以前クリスチャンになりたての時は結構教会嫌がったり、なんか怖いとかめんどくさいとか、日曜の朝だからゆっくり寝たいとか思ったんですけどね。今はもう本当に礼拝に行けない時が一番辛い。なぜかというと、礼拝は御霊の自由を得ること、それは幸福ですから。すごくこの霊的な戦いが非常に深刻で、すごくものすごい重要だということ。偶像崇拝するかイエスを礼拝するか、もうそれでものすごく大きな違いがあるんだよ、すごい深刻なんだよということですね。はい、そっか。なんかますます私たちはちゃんと正しいことを教えないと人々は苦しむ。私も以前伝統っていうものに対しては若干ひるむものがあったんですけど、本当の幸せを得るにはやっぱり伝道は必要なんです。そうなんですよ。例えばですね、誰かが溺れてたらですね、はい、ひるんでられないんですよね。はい、誰かがその死にかけてたらもうとにかく助けなきゃいけないでしょ。ただ伝道で必要なのは、もちろん神の臨在、イエス様の教えを説くことも大事です。でも私たちクリスチャンが把握しなきゃいけないのは、まずその人の魂が傷ついていることを把握して、その人の魂を癒すことだと思います。癒して、そして皆さん、そのこの人が悪いとかあの人が悪いって裁きが必要なんではなくて、魂が傷ついていることを把握することが一番大事であって、それを癒すことから信仰が始まります。アメン、アメン、アメン、アメン。裁くことは余計傷つけちゃうことですよね。裁きはいけません。かえって逆にこう、はい、がっかりさせちゃうことですね。許したり励ましたり愛したりすることは、はい、その人が癒されていくので、はい、そこからね、その人の心が変わっていくわけですね。はい、癒しが大事です。癒しが大事です。裁きではありません。裁きではない。裁きは神様がするものであって人がするものではありません。アメン、ね、私たちは私たちも許されたんだから、はい、私たちも許し、私たちが愛されたんだから、はい、私たちも愛さなきゃいけない、はい、私たちはただただ祝福する。 敵さえも愛する、はい、敵さえも祝福する、はい、迫害するものを祝福するものとして召されてるんですね。その通りです。本当たまに私でもまだ未熟ですから、人を裁いちゃう時ありますよね。でもそれはね、それはいけないんですよね。やっぱりイエス様のことをよく考えれば、あの方は裁く前に人を癒してますよね。いろんな病にかかってる人とか不自由な人とかをの心を癒す。そこによって神の愛が感じられ、神の臨在があって、そしてイエス様の愛です。まあどうしてもね、こう肉的だとね、こう油すぎがなくなってね、肉的だとどうしても冷めちゃうんですよ。つまり、はい、その油すぎがないということはどうしてもですね、愛せないんですよ。どうしても騒いちゃうんです。あ、サタンのせいなんですか、人が人を裁くのは。結局ね、油すぎがないとですね、はい、神の愛がこうなくなっちゃって、はい、愛せなくなっちゃうんです。愛せないからどうしても肉的にこう騒いちゃうんです。それはクリスチャンにとっても起きる話ですか。もちろんもちろんもちろん。私だってもし肉的になったらこうね、精霊が消えたら、はい、私もゴマさんを裁いちゃうんです。うわ、誰かを裁いちゃうわけです。じゃあ
常にクリスチャンになったからといってそこでとどまるんではなくて、礼拝のジェフリー牧師のようにプレイザロード主を賛美せよとおっしゃるのジェフリー牧師のように常に私たちクリスチャンは高いところを目指さなきゃいけないんですね。とどまってはいけないのですね。あのいつも信仰的に燃えてないと、はい、どうしても肉的になっちゃうと愛せないし、はい、さばっちゃうし、要するにこう肉的なことを考えちゃうんですね。私もやっぱりクリスチャンになりたてだった時はどうしても裁きに行っちゃいましたね。あれは良くないんです。やっぱりどんどんやっぱりイエス様を知れば知るほど、あ、私たちに必要なのは裁きではない癒しなんだって癒すことによってまあ法廷があって、そして神の国へ行くんです。私もね、あのもしキューちゃんが私に対してもし裁きばっかりでしたら嫌ですね。あの悔い改めます。なんか裁いたこともあるんじゃないですか、私今まで。もういいです、あのどんどん前に行きましょう。もう今はもう、もう私もう分かってますよ。あの悔い改めます、許してください。いや私も許します、あの許します。本当やっぱり牧師としてですね、裁くことってやっぱりあると思うんですね。いえいえいえ、本当にあの悔い改めます、許してください。いや私も許します。もう本当に私もあのニコナマのこれを通じて私も裁いて しまったこともあるかもしれません。ごめんなさい、許してください、悔い改めです。はい、でもね本当に許してくれると嬉しいですよ。いや私だってやっぱり許してもらうと嬉しいですよ、はい、許しというのは嬉しいものなんですね。そうですね、許すことは愛することだということですね。許し合うことは愛し合うことなんだ。だからイエス様が許しなさいっていうのは愛しなさいということですよね。そうですね、もともとそのイエス様っていうのは本当人を愛して深く愛してた方だと分かります。そうですね、イエス様がこう十字架でね、十字架で全ての人のために死んで許そうとしてるっていうことはいかに大きな愛か、全ての人のためを許そうとするわけでしょ。はい、すごい大きな愛だっていうことですね。すごいですよね。もうすごく大きな愛です。イエス様のことは本当いかでも考えるところがあるんですが、例えばイエス様が十字架にかかったとき、うん、人類すべての罪を背負ったってすごいと思うんですよ。私たち一人、私たち自分の一人の罪を背負うだけでもとても大変なのに、私たち一人の人間が自分の罪を背負うことすら不可能なのに、イエス様は全人類の罪を背負ったんですよ。どんなにすごい方か分かります？しかも全人類の罪を背負い、そして許したのです。私たちあの一人の人に苦しめられるってことあるじゃないですか、はい、一人の罪でものすごく苦しむってことありますよね、はい、たった一人の人間の罪でも、はい、とんでもないことがあるわけですよね。はい、ね、もう本当に人生がめちゃくちゃにされちゃうってことはあるわけじゃないですか、はい、怖いですね。一人の罪って大きいじゃないですか、はい、でも全人類の罪、はあ、全人類の罪を許すほどの愛、はい、全人類の人たちを許すほどのね、その口じゃ何とも言えないすごい十字架っていうのは、はい、ものすごい愛なんだっていうことですね。本当にね、多分いえ本当に全ての人類の罪を背負えるのはイエス様だけです。アメン、アメン、アメン。そうなんです。そして私たちも人を許しますけど、はい、これは自分の愛じゃないんですね。これも十字架の愛をちょっともらって、十字架の愛をもらって、十字架の力をもらって、私たちも初めて許せるので、はい、私たちが人を許すのは十字架の愛なんですよ。本当にイエス様がいなかったら、うん、この世は暗闇でした。アメン。私たちがね、イエス様に許されなかったら私たちも愛せないし許せないし、裁いて裁いて裁いて裁き人生で終わっちゃったとこなんですよ。うわ、それは人を傷ついて傷ついて傷つけて、うん、最後はゲヘナに落ちる。そうなんです。もう傷つけ合って傷つけて憎み合って、もう怒って怒って怒って死んでいくんです。最悪ですね。最悪
くですね。怒るって苦しいんですよ、はい、怒って苦しんで苦しんで苦しんで最後に地獄ですか。そうそうそう、地獄でも永遠に怒るんです。うわ、地獄でも永遠で憎しむんです。うわ、怖い怖いですね。永遠に憎しんで永遠に汚い言葉をしゃべりながら永遠に生きていくのが地獄なんです。でも逆に天国っていうのはずっと愛し合うんですよね。天国は逆ですよ。うわ、天国は永遠に愛しちゃうんです。永遠に愛しちゃうんです。いいですね、はい、なんか私がいくつかって今書かれてるんですが言いますよ、はっきり。イエス様と同い年です。アメン、素晴らしい。本当ですよ。十字架にかかった時のイエス様と同い年っていうことですね。はい、そういうことです。素晴らしいですね、はい、素晴らしいですね。はい、ね、イエス様は若い時に十字架にかかったという。でも、はい、みんな麻生牧師おっしゃってるじゃないですか、はい、天国行けばみんな若くなっちゃうって。アメン、アメン、ね、私も、黒い髪になると思います。今でもキューちゃん十分イケメンですよ。ありがとうございます。ありがとう、うん、天国行ったらもう本当にびっくりするような世界だと思いますね。じゃあもう皆さん愛し合って愛し合って愛し合って、そして天国に行った方が、はい、もう天国にですね、憎しみもないし怒りもないし嫌なこと辛いこと悲しいこと病気もないし死もないんです。永遠に幸福が続くということですか。もう永遠に、永遠にですね、もう嫌なことが全くないんです。皆さん愛し合って天国に行きましょう。アメン、アメン、ね、そうなんです。もう本当に私たちはですね、天国に行きたいからこそ今この地上でも、はい、この地上でも天国のような、はい、この社会を作ることが大事なんですね。お、あの地上の世界でも天国 のような世界を作るのは可能ですか。それをこう私たちは完全じゃないですけど、できるだけ、はい、できるだけ天国のような社会を作る必要があるんです。それが神の国ですね。それは教会も指しますか。教会を指します。はあ、キューちゃん、はい、祈りの時間とか大丈夫ですか。今時間祈りは最後にやりますけども、はあ、なんかこう久しぶりに伝道して、なんか私もなんかすごい油注ぎ今いただいてます。そうですか。じゃあ今日はね、あのごまさん来てくださってる、はい、最初じゃあ今ごまさん祈っていただいて、はい、で最後に私じゃあ祈りますので、はい、じゃあ今ごまさんにこうたくさん祈ってください。よろしいですか。はい、じゃあお願いします。初めてです。はい、じゃあ行きます。天のお父様、私たちは傷ついています。私たちは傷ついているのです。しかし私たちは傷ついていて、癒していただけなきゃいけないのに、私たちは互いに裁き合ってさらに傷つき合っています。どうか私たちに許す心、愛すること心をお伝えください。アメン。私たちに愛する心をください。アメン。私たちに愛する心の油注ぎをください。どうか私たちが怒って怒って裂いて、そして地獄に落ちるのではなく、愛し合って許し合って天国に行くことをどうかお願いします。アメン。あなたのご計画を知ってます。私たちはあなたのご計画を知ってます。私たちが地獄に落ちるのではなく天国に行くようにするあなたの計画を知ってます。アメン。どうかリスナーの皆さんも、みんな、私たちみんながこの世でイエス様に導かれ、そして天の国でも光の国で皆さんに会えることを願います。アメン。どうか私たちが神の国へ行けるようにお願いします。アメン。イエスキリストの皆によってお祈りをします。アメン、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。もうみんなリスナーの方と一緒に天国行きたいですよね、はい、天国行きたい。みんなと誰も地獄行ってほしくない、はい、誰も地獄行ってほしくない。みんな天国に行ってほしいですね、はい、ちょ
感激して鼻が出てきました。ちょっと大丈夫ですか、キューちゃん。大丈夫ですか、キューちゃん。どうしたの、あ、よかった。ちょっと感激をしました。はい。大丈夫ですか、大丈夫です。キューちゃん、キューちゃん、お祈りは大丈夫ですか。最後にしますのでね。大丈夫かな、私、もう、なんか、もう、油注ぎに任せて、お祈り始めてしまいました。はい。アメン。ね、本当に、クリスチャンが話し合うだけで油注ぎがあるし、はい。祈り合うだけで油注ぎがあるし、まあ、はい、今、リスナーの方々にも、ね、クリスチャンがたくさんいますので、はい。まあ、2人だけじゃなくて、本当はたくさんクリスチャンがいるんですよね。はい。ですから、まあ、ある意味ではもう本当に、素晴らしいとこなんです、ここは。本当にね。燃えてるクリスチャンもたくさんいるんです。ね。ね、皆さん、天国行きたいですよね。地獄に行って永遠に苦しむよりも天国行って、みんなで楽しみたいですよね。アメン。幸せになりたいですよね。アメン。それには、まず、イエス様に、助けを求めましょう。アメン。自分が傷ついていることを把握して、うん、イエス様に助けを求めましょう。アメン。どうでしょう。そうです、本当にね、天国に行くということを私たちは信じているし、はい、それを期待しているので強いんですよ。はい。もう天国行きが決まってるでしょ。はい。それでもちろんそのしっかり信仰を 保たないといけないんですけど、はい、でも約束されているので、この約束、この希望がですね、はい、私たちの力になって、はい、私たちの強さになるんです。はい、本当。もう天国に行くんだっていうだけでですね、ものすごく強い心になる。はい。ね、なんか、信仰、ただ、信仰によって天国、素晴らしいことなんですが、やはり、サタンが邪魔するんですよね。そう、サタンがね、そう。サタンがね、本当にですね、はい、クリスチャンを騙してですね、はい、このクリスチャンをこう つまずかせてですね、はい、信仰を取ろうとするんですよ。うわー、怖い。はい、本当に、もうそこがですね、要するに私たちはサタンの目的、はい、サタンの策略をよく見抜いて、はい、そのサタンに騙されないように、はい、しっかり訓練してね、はい、その信じた人たちが騙されないように、まあ、僕たちが教えなきゃいけないんですね。まあ、どうやって騙されないようになるかということを教えないと、信じてそのままもしこう訓練を受けてないと、はい、どん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 騙されてまた信仰がなくなっちゃうんですね。はい、うわ、逆にサタンがそれだけ必死に邪魔するっていうことは、それだけイエス様、うん、そして神の国が素晴らしい証拠でもあるのです。そうなんです。もうサタンは必死に邪魔しているのはですね、はい、自分、本来サタンは天使長だったんですね、はい、で自分が受ける栄光をもう自分が失敗しちゃったから、はあ、それを人間に横取りされたくないんです。おお、ね、よくキューちゃんよく悪霊払いしてますもんね。はい。あ、時間大丈夫ですか、キューちゃん。まあ、大丈夫ですよ。本当？いや、今日久しぶりに参加できて嬉しいです、伝道の。アメン。アメン。アメン。本当にですね、こういうインタビューは非常にね、いいんですよ、とても。これからも時々してよろしいですか。あ、もちろん、もちろん。頑張ります。はい、進行、はい、学びます。お父さんの話はどうしますか。あ、いいです。父はちゃんとお祈りしたから、はい、風邪治ると思います。はい、アメン。ね。ブログの話はどうしますか。ブログ？あ、マダムゴマは最近ブログを作りました。まあ、Google でマダムゴマと検索すれば出てくるかな。あ、出てくるかもしれないですね。うん、アメログ。アメブロですね。マダムゴマの祈りと人形の日々というブログです。うん、ね、そうですね。ぜひ見てください。はい。大丈夫？祈りが。はい。それじゃあですね、はい、
これからはあの、明石タイムっていうんですけども、はい、どうせ5番さん読めますか、これいいの選べそうですか、どうですか。やります。やってみますか。はい、あの変なのもたくさんありますのでね、その信仰的なものをあの選ばなきゃいけないんです。あ、誰か貼ってくれましたね、これ5番さんの。あ、ありがとうございます。明石タイム、そうですね。じゃ あの読めますか。これでいいのだけ読んで悪いの読まないでくださいね。じゃあ皆さん、はい、今日はですね、明石タイム何がいいかな、ごまさん明石タイムいきましょうね。はい、はい、じゃあごまさん明石タイムスタート。私どうすればいいでしたっけ。あの選んで読むんです、いいのだけ急いで読まないと嫌なんですね。明石タイム、明石タイムなかなかないでしょなかなか、あ、僕は最近ゲームを全部負けました。アメン。ゲームはね、本当は悪霊の世界です。なんかいろいろありますね、はい、瞬間に読まないと読めない。麻生牧師、あの、お願いします。あ、そう、ごめんなさい、なかなかうまく言えなくて申し訳ありません。はい、ね、はい、に行きたいと思いました。万引きやめました。ごまさんは信用できると思いました。仕事が見つかりました。早起きできるようになりました。仏教が嘘だと分かりました。ごまさんは素晴らしいクリスチャンだと思いました。ありがとうございます。アメン。家族と仲良くなりました。どうしようそうですね、早く病気を治したい。はい、治ります。アメン。アメン。本当早いですね。早いでしょ、読めないですよ。うん、ごまさんの賛美に励まされました。アメン。アメン。今日は部活がなくて本当に良かった。アメン。風邪が早く治る方法を教えてください。イエス様に祈ることです。ごまさんに癒されました。ありがとうございます。アメン。あ、早くて大変です。はい、キューちゃんお願いします。はい、2人で読めばいいかもしれないね。はい、頑張って読んでください。祈ったら借りたお金を返せなくて済みました。アメン。本当早いですね。早いですね。ごまさんのニコ生放送が見たいです。イエス様に救われました。アメン。天国ポイントがたまりました。だからイエス様ってどこですか。そばにいます。アメン。祈ったら視力が回復しました。アメン。イエス様に救われて。アメン。ごまさんの勇気があってすごいなと思いました。アメン。ありがとうございます。早いです、キュッちゃん。そうですね。サタン教をやめました。天国ポイントがたまりました。ごまさんに脱帽しました。アメン。ごまさんの配信が見たいです。アメン。イエス様を信じて1ヶ月で15キロ痩せました。大丈夫。でもいいことかもだと思うけど、精神病が軽くなりました。アメン。お風呂に入りました。アメン。ごまさんの作った人形かわいいですね。 ありがとうございます。アメン。もう進行によってますます作品作ってます。体調が良くなりました。 AV を見なくなりました。アメン。イエス様のおかげで今日も元気です。60キロ痩せました。アメン。すごい。60キロ歯が磨きました。アメン。
タバコをやめました。150キロ痩せました。これちょっと違うな。この放送で救われました。エロゲやめました。アメン。エブしました。アメン。お酒やめました。アメン。嘘をつくのをやめました。アメン。自炊が気にならなくなりました。アメン。彼女できました。これは一応アメン。いやできちゃいけないんじゃないかな。いやでも信仰での愛だったらいいんじゃない。うん、難しいな。浮気するのやめました。アメン。信仰が尊いと思いました。アメン。対人恐怖が治りました。アメン。ご飯が美味しく食べられました。アメン。アメン。愛は本当に素晴らしいと悟りました。アメン。アメン。結婚しました。あ、え？結婚しませんでした。ごめん、間違えました。早いですね。早いですね。ごめんなさい。人を愛せるようになりました。アメン。イエス様が好きです。アメン。アメン。夕食を食べました。アメン。肉欲に負けなくなりました。アメン。ちょっと待って。涙が止まりません。アメン。キリスト教に対する不信感が消えました。アメン。アメン。放送を通じて祝福を感じます。アメン。アメン。彼氏と別れました。アメン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 。キリスト教こそ本物だと分かりました。アメン。イエス様に愛せる人生を送りたいです。アメン。アメン。キリスト教バズ。アメン。なんとなく肩こりが治りました。アメン。ゲイが治りました。アメン。アメン。昨日その放送したんです。あ、そうですか。はいはい。偶像捨てました。アメン。イエス様と結婚しました。そうです、イエス様と結婚するのが理想の結婚です。アメン。アメン。ゴマさん見たらゲイを治りました。アメン。タバコをやめました。アメン。アメン。ガンが治ったらいいな、イエス様に頼みましょう。治ります。アメン。アメン。イエス様の男の方なんです。男の方ですよね。男です。アメン。喘息が治りました。アメン。アメン。私は風邪をひいてません。アメン。アメン。進化論が嘘だと分かりました。アメン。信仰が癒すことを学びました。アメン。アメン。
受験勉強やめて聖書を読んでます。イエスは本当に良いお方です。アメン。仏壇燃やしました。アメン。テストで良い点を取りました。アメン。今度教会に行ってみようと思います。ぜひ来てください。仕事を始め、やめて信仰を始めました。アメン。アメン。じゃあ皆さんこのぐらいにしましょう。アメン。でもしばらくは続くんですね。はあ、素晴らしい証ですね。聖書のおかげでよく眠れます。アメン。聖書を枕にしてます。そばにあったらいいんじゃないですか。そうですね。そばに。自分のそばに。そう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 。豚肉の脂身はもったいないけど捨てられるようになりました。アメン。アメン。アメン。これが証タイム。素晴らしいね。素晴らしいですね。はい。素晴らしいです。あの嘘のもあるますけど本物もあるんです。はい、はい、素晴らしい。はい、だから本当に病気も治るし、はい、心も治るし、はい、あの神の力はやっぱりこの証タイムを見てるとね、はい、本当にあの力があるってことが分かるんですよね。私も以前寝たきりでしたからね、はい、その証をちょっとしていただけませんか。よろしいですか。あ、いいですよ、いいですよ。よろしいでしょうか。はい。マダムゴマは、いいですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい。マダムゴマは、一度、サタンの誘惑のせいで死にかけました。実際、調べたら、死亡率 30% の状態になって死にかけたんですが、イエス様ごめん、死ぬ前に、イエス様ごめんなさいって謝ったんです。そしたら命が助かったんです。うん。で、それからしばらくちょっと信仰から離れてしまったんですが、ここの教会に来るようになってから、なかなか闘病中で寝たきりだったんですが、ほとんどもう今お昼寝もしないし、もし体がだるい時があっても、イエス様、助けてくださいって言って、治っちゃった。実際、なんか、ある時、すごい、全身に謎の、原因不明の体の痛みがあって、で、病院に通ってたんですけど、わかんなかったんですよね。でも、ある時強く、イエス様、イエス様、助けてくださいって、すごく祈って、たら本当に治っちゃって、で本当に完全に治っちゃって、結局そこの病院にの治りましたっていう暑中見舞いを出しました。あ、本当体の痛みが、はい、治っちゃったんですよ。だってここのやっぱイエス様と出会って十何年かけても治らなかった病気が、まあたった2年で治っちゃったんですよね。薬の力でもなく何の力でもない。この前採血、血を取ったんですよね。そしたら全部正常値で、お医者様に驚かれましたし、まあ健康になった分ますますイエス様を伝えたいと思います。もちろん病院も大事なんですけど、やっぱり病っていうのは心から来るものなんでしょうか。麻生牧師、ね、霊的な問題ですね。霊的な問題、心だけの問題じゃなくて、ね、はい、霊の問題で、はい、悪魔がその人をこう病気にしているという力、霊的な力があるということです、ね、悪魔の技ですね。悪魔の技があって、なるほど、その単なる気休めで病気になってるんじゃなくて、はい、その悪魔がこの病気になるようなものをこう、はい、与えてるからなんです。悪魔がこの世の病気を作っ
作ったんですか？まあ、作ってるというか病気にしていると。健康というのは神が作ったものでしょ。あ、人間は神が作ったものですね、はいはい、だからその健康であるということは神が喜ぶことです、はい、でもサタンは人間が健康であること、はい、生きてることが嫌なんです。悪魔は悪魔は人間を殺したいんですよ。病気にして殺したいんです。あの確か創世記の方で書いてあるんですが、はいはい、あの神様が世界を作った時にこれを良しとしたってありますね。あの時はまだ病気はないんですね。完全の時は病気なかないんです。病気なないんですね。アダムとエヴァがそのサタンの言うことを聞いた時、そして身を食べた時に、はい、あの罪がそのアダムとエヴァに入って、はあはあ、そこから死とか病気が入ったんです。すいません、創世記で、はい、サタンの誘惑のことが克明に書いてるところなので読んでいいですか？あ、いいです、お願いします。じゃあ少し読みます、はい、創世記、これからそのサタンの誘惑を読みます。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。怖いですね。これサタンの誘惑ですよ。そうですね。つまり魅力的なんですね、サタンの誘惑は。なんか良さげに見える、うん、その美味しそうに見えて綺麗綺麗で、はい、なんか美味しそうに見えて、はい、なんか食べるとね、なんかこう、はい、良くなるような感じなんですね。嘘800じゃないですか。もう逆なんです、逆なんです。サタンは全く嘘を言ってるわけですね。それを神様はそれを食べると死ぬと言ったんです。死ぬって言いました、確かに。食べると死ぬと言ったのに、はい、サタンは逆に食べても死なないよと言ってるんです。嘘じゃん。嘘。そして神のようになるって言ったんです。悪魔がね、それを食べると神のようになるよって言ったんですけど、はい、逆ですね。悪魔のようになっちゃう。怖い。怖いんですよ。怖いですね。全くの正反対。神と悪魔は全く反対のことを言うんです。反対のこと、つまり神様と正反対のことを言う。そう、神と反対のことを言うのがあの悪魔なんです。嘘つきですね。そう、嘘つきなんですね。そうなるとじゃあ人々はずっとサタンに騙されてたんですか、うん、騙されてるんです。ずっと騙されるんですか。ずっとあの旧約聖書とかいろいろ、もう人類の歴史はサタンに騙されてる歴史なんです。それを何とかしようとして、うん、神様はイエス様を地上に送られたのですね。そうなんです。その呪いからその神様は人類を救うためにイエス様を送ったんです、はい、そしてそのイエス様が神の言葉を言ってくれたんです。サタンが言ったことと今度逆に、ほうほうほう、サタンが言ってることと逆に、うん、神の言葉、本当の言葉、真理の言葉をイエス様が語ってくれたんです。はい、リスナーの、はい、どうぞ、はい、ですからイエス様の言葉を聞くことが、はい、サタンの嘘から、はい、この離れる、解放されるその方法なんです。はい、その通りです。あのリスナーの皆さん、あの本当です。あの麻生牧師が言うことは本当です。なぜなら私が15の時に重い病にかかって10年以上治せなかったものがこの教会に出会うことによってたった2年足らずで治りました。アメン、アメン、本当です。でこれは本当に神の力が働いた証しです。私が健康になったこと自体神の証です。私が15の時に死にかけたのはサタンがいることであり、私がこのように今健康であることは神がいるという証拠です。私は病気上すること、そして健康になることによってサタンと神が本当にあるということを証しします。アメン、アメン、アメン。イエス様の言葉は真理ですね。サタンの言葉は嘘ですね。はい。で、イエス様の言葉を聞くと神の力が入るんです。その通りです。イエス様の言葉を信じると、はい、そこに、神の、命が働いて、はい、そこから
病気が治ったり、はい、サタンのいろいろ束縛が解放されて、はい、そこに神の栄光が表されるんです。その通りです。どういう病気、サタンの病気って何だったかっていうと、まあいろいろあったんですけど、すっごい怖いですよ、うん、いいですか、怖いよ、ひーちゃん、はいはい、筋肉が溶けちゃったの。筋肉が溶けちゃった、はい、筋肉が溶けて動けなくなっちゃったの。なく筋肉がなくなってっちゃうよ。よくわからないけど、とにかく体が全く動けなくなって筋肉が溶けて、もう怖いよ、本当死ぬってこういうことなんだと思いました。体が全然動かなくなる、はいはい。でそれはなんか血液の中に毒が流れてて、でそれでそれによってさ筋肉が溶けて、それで死んでいく。心臓の筋肉も危なかったそうです。怖いでしょう。その時に神様って言ったわけですね。あ、もう死にかける時、神様助けてください。死ぬと大体予測、もう、はい、死ぬという感じがしたわけですね。はい、たまたまお医者様が死ぬっていうことも分かってなかったんですよ。本当に。でも後でその学生時代になって勉強したら、教科書、大学の教科書読んだら死亡率 10% って言って、でそれを主治医の方に聞いたら、その通りっていう恐ろしい話を聞きましたよ。イエス様は今ここでゴマさんが証ししてますよね、はい、そしてもうこれからもどんどん伝道したり証したりしますよね、はい、イエス様はそれをご存知で、それをご存知で、はい、その時にね、ゴマさんの祈りを叶えて癒してくれたんですね、はい、そうですね。あの時に本当に神様助けてくださいって言わなかったら死んでたね。本当に私はなんで結局死にそうになったかっていうと、欲のせいで、欲がはらむと罪が生み、罪が熟すと死が来る、生まれ来るんですよね。はい。いや実は15でね死にかけたと言っても、15歳その当時の自分ってすごい悪魔崇拝してたんですよ。悪魔崇拝してた、はい、ものすごい悪魔崇拝して、もう悪魔的な本をものすごい集めてたんですよね。悪魔的な本読んでた、めちゃくちゃ読んでましたよ。もう聖書を否定して、キリストを否定して、もう悪魔崇拝の15歳の私。悪魔が好きだったの？大好き。昔知らなかった。本当ですよ。悪魔が好きだったの？大好きで、結婚したいっていう、ね、文章を書いたんですよ。12か13歳の時に、悪魔と結婚したいっていうね、文章を書いちゃったんですよ。怖いだろう。それじゃあそういう病気になってもおかしくないです、ね、いやいや、で、どん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 おかしくなって、最後死にかけた。その悪魔崇拝した結果、もうそういう病気になって死にかけたということですね。はい、怖いね。なるほど。そして悔い改めたわけですね。はい、なんていうかな、いや、怖いでしょう。じゃあなんとなく悪魔崇拝よくないなっていう感じはあったってことなんですか？いや、なんかね、どん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 ね、悪魔のね、魅力に取りつかれたんですよ。悪魔の魅力を取りつかれた。はい。でもね、どんどんそれがむさぼりになってね、どん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 むさぼりで、どん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 満たされなくてね、おかしくなっちゃった。で、逆にやっぱりイエス様っていうのは、学べば学ぶほど満たされるんですよね。怖いでしょう。いやー、悪魔崇拝怖いですね。ほんと死ぬよ。どんな本でしたかっていう、ありましたけど、いいんですか。結構文学とかもあるけど、いいの、キュウちゃん。いいっすよ。例えば、ボードレールの悪の花とか、あと、マルキド・サドとか、やっぱり神様を否定する本ですね。あと、ニーチェ、ワーガーの、ニーベルゲンの指輪、ヒトラー、ナチス。ヒトラーも読んだの？はい、もちろん。そういうの、好きで読んだ。好きでね、ナチス関連の本とかいっぱい読んだし、なんかメラニスと似てるじゃないですかね。昔ですよ、今はもう全部捨ててましたよ。そうそう、我が闘争、読みたかった、今読みたくない。我が闘争読んだの？いや、読もうかなって言ったから読んでないけど、読みたかったですね。じゃあもうそういうの読んでたらちょっとね、怖い怖いことになりますね。た
でもた、読み始めたのが12歳で、死にかけたのが15なんですけど、3年頭数杯でおかしくなってきたっていう、はい、なんかね、なんだろうな、もう9歳の頃から悪魔にハマっちゃった。やっぱりそういうのハマってからだんだんおかしくなってる。そうそう、ハマってからどんどんおかしくなるんですよ。悪魔数杯ハマったら、いろんな意味で悪くなってたって。そう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 、やっぱりね、怖いね。怖いですね。だから逆に悪魔の誘惑とか魅力っていうのも知ってます。でも不思議ですよね、悪魔の魅力に取りつかれるとどんどんむさぼりになって満たされないし、もっとすごいのはやっぱりまだ子供であっても悪魔って容赦しないのですね。子供でも悪魔容赦なく やっつけられてる。はい、だってまだ小学生とか中学生ですよ。あ、怖いでしょう。怖いですね。めちゃくちゃ怖いですね。今ね、そういう悪魔的なこと多いですからね。ああ、そうですね。この前あの、プレステ3全部捨てちゃったからね。よかったですね。はい。あ、ゴマは両極端だな。そうですよ。だって、聖書でイエス様が、私は冷たいか熱いかどっちに、どっちかにしろってある書いてますもんね。生ぬるい信仰が一番ダメで、やっぱりあのパウロもそうなんですけど、やっぱりその冷たい方が後で燃えるんですよね、信仰が、うん、私も悪魔の恐ろしさを知ってるからこそイエス様の大切さを知ってます。アメン、アメン。プレステ3って悪魔だったんですか。はい、悪魔の道具です。捨てましょう皆さん。あ、そう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 、本当にもうどんどん、あの私も結構テレビゲーム好きだったんですけど、あれは本当に悪霊ですね。どんなに自分でも比較的いいゲームやってもやっぱり悪霊だったなと思うし、私がゲームやめて1週間ほど禁断症状が出て苦しかったんですよ。でも1週間で治った。そしてゲームを完全にやめたら元気になったんですよね。アメン、アメン、アメン。はい、じゃあそろそろ時間来ちゃったのですね、はい、あの、招きをしますが、アメン。はい、皆さん、今日ゴマさんの証、話を聞いてですね、はい、ゴマさんのように生まれたい人、アメン。ゴマさんのように元気になりたい人、アメン。ゴマさんのように病気が治りたい人、アメン。悪魔の束縛から解放されたい人、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。苦しみ、虚しさから解放されたい人、アメン、アメン。アメン、アメン、アメン、アメン。たくさんいるでしょ。アメン。はい、よかった。アメン。じゃあお祈りします。アメン。天のお父様、今日ゴマさんといろいろ話しましたけれども、本当に、まだ悪魔の束縛を受けて憎しみあって裁きあって、うん、怒りで苦しんでる人、憎しみで苦しんでる人、虚しさで苦しんでる人がたくさんいます。アメン。もう日本にはもうほとんどの人がと言ってもいいぐらい、ほとんどの人がサタンの奴隷です。サタンの苦しみで苦しんでいます。サタンの心を持って苦しんでいます。イエス様、憐れんでください。憐れんでください。もう本当に日本は滅んでしまいます。イエス様助けて、イエス様助けてと叫ぶように時が来ると信じます。アメン。どうぞ今リスナーの方々がアメンと言った方々が、イエス様助けてと、言っています。アメン。イエス様、彼らを助けてください。救ってください。罪を許してください。彼らの心から、苦しみ、憎しみ、怒りを取ってください。あ、悪魔が与えたものを取ってください。悪魔が与えた悪いものを取ってください。アメン。イエス様、罪を取ってください。アメン。罪を取ってください。アメン。彼らを解放し癒してください。アメン。イエス様、本当に深刻です、深刻です。たくさんの人が救われなければなりません。イエス様、まずリスナーの方を救ってください。アメン。リスナーの方を救って、アメン。平安と喜びの日々になりますように。アメン。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、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 ハレルヤ、ハレルヤ。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は本当にインタビューありがとうございました。
それじゃあ皆さん、シャローン、おやすみなさい。シャローン、シャローン、おやすみなさい。シャロー、アメン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 。